今日は天気がいいので土手を散歩します。風が吹いていてとても涼しいです。先ほどジムで15分ぐらい汗を流しできました。散歩しているとおトイレがセブンイレブン助かります。フルーツオールで休憩です。毎日1万歩歩きたいと思うのですが、これが結構しんどい。5000歩ぐらい歩いたのでそろそろ引き返します。まあそれにしても綺麗ですね。映らないかもしれないですが、鳥が気持ちよさそうに泳いでいます。まもなく9時、だんだん暑くなってきました。でも風があるからなんとか。よく歩いたのでお家に帰ってカレーを作りたいと思います。帰ってきました。カレー作ります。玉ねぎ炒めます。玉ねぎ炒めます。出来上がりました。私のカレーはいつもジャワカレーの中辛。今回はリュウジのバズレシピを参考にさせていただきました。味見はしてないけど多分美味しい。美味しいカレーができました。それでは実食です。熱いけど美味しい。ちょっと味薄いかも。